ロップリー県は、太陽国、中部の県の一つである。ペッチャブーン県、チャイアプーム県、ナコーンラーチャシーマー県、サラブリー県、アユタヤ県、アーントーン県、シンブリー県、ナコーンサーン県と接する。ロップリー県は、チャオプラヤー川東部に広がっている。比較的平坦な土地が広がっている。ロップリーの歴史は、大族南海前に遡ることができる。 ロップリーは6世紀から11世紀に存在したドバーラバティ時代にすでに都市が開発されラボーと呼ばれていた。7世紀に新郎の影響を受けラボー王国がドバーラバティ王国から独立。9世紀にクメール王朝がこのロップリーを領有したが1115年と1155年の2回中国と交易をするための大使を送るため一時的に独立させた。 その後1289年にも独立したが、すぐに、スコータイ王朝の支配下に入った。17世紀、アユタヤ王朝のナーラーイ王は、オランダの侵攻を恐れ、すぐにでも戦闘できる、要、ロップリーを副都に定めた。県章、ロップリー県内に設定されている軍。ロップリー県は11軍に分かれ、その下に124の町、1110の村がある。 ロップリー県には2013年5月現在において、太陽国内で最大規模の太陽光発電所である、ロップリー太陽光発電所が設置されている。2018年1月、三重県内で暴力団幹部を殺害した容疑で国際手配をかけられていた日本人が県内で逮捕されている。ありがとうございます。